はいどうも、今日は2018年の10月の18か19かちょっとごめんなさい。今日何日だ ?2018 年の10月の誰か何日か教えてコメントで。まあいつかの昼間の15時14分です。今日はね、僕の友人の小川祐樹さんという方とね、生活保護のケースワーカー11年やってた人で、で一緒に生活保護の活動をやっている友人と会いに行きます。でなんか小川祐樹さんとはね、生活保護の動画をねずっと作ってるんだけど、今日はちょっとドキュメンタリータッチでやろうと思ってます。じゅんさんいらっしゃい。映像音声問題ないですか。どうも。映像音声問題ないかな。映画じゃないね、ショートだね。もう満タン、ありがとう。19日か、2018年の10月19日、ありがとう、映画ではないね。今回は、生活保護関連の、まあ映画の練習だね。映画の練習、まあ作品であることには間違いないんじゃん。ドキュメンタリー撮ります。ただ映画ではないですね。尺的にも。雨降ってきてるね。そうそう、まあカメラのテストとか、まあなんだろう、腕を上げるというか、なんて言えばいいんだろうね、こういうの、なんて言ったらいいかわかんないね。チカゴン、いつもアイテムありがとう、ありがとうね。ポートフォリオを作る感じだ、俺的には。普段の活動、ライフワークである生活保護を受けるべき人が受けられてないっていう現状と、それを受けてもらうっていうの活動と、まあ映画っていうのが結びついてるかな。まあ、映画の練習でもあるし、カメラの練習でもあるし、生活保護を広めるっていう練習でも全部結びついてる。だから一概にどれをやってるのって言われても、全部やりたいことだよっていう、そういう感じです。全部リンクしてます。まあ、放送もライフワークだし、ね、寒くなってきたね。ねえ、風邪ひいちゃったもんね。それでね、もう風邪ひかないようにって言おうと思ったけど、チカゴン風邪治ったばっかりだからね、もう手遅れだよ。俺も珍しくジャケット羽織ってるよ。どこでインタビュー撮ろうかな。天気悪いんだよね今日。インタビュー個室で撮ろうかなとか思ってるんだけど。
のんちゃんが猫になっちゃったよ、もうニャーってずっと言ってる。のんちゃんがおかしくなっちゃった。元気になってきたんだけどね、ニャーってずっと言ってたっけ。ダメ人間、ようっていう言葉をね使うときはね、俺は親しい人間に使うんだよ。俺お前とそんな親しい人間じゃないからな。勘違いされるから訂正してくんね。こんにちはって普通に言いなさい。こんにちはって。バイクかっこいいな。ヤマハだ。ヤマハ最近バイク頑張ってるよな。三輪のバイクとか作ってるし、かっこいい。あ、三輪のバイクだ。あ、これかっこいいな。ヤマハの新しく出たバイク。はい、こんにちは。いいね、ヤマハ。なんかさ、みんなさ、新宿でおしゃれなカフェ知らない？新宿で おしゃれなカフェ、オープンテラスの。新宿でカフェ知らない？今ね、アルタ前に向かってる。散歩、歩いてきたね。今おしゃれなカフェを探してます。撮影用の。いいかな。なんか新宿のカフェでおしゃれなのがあったら。でもオープンカフェって言っても天気がこんなんだもんね。暗いもんね。あんまり良くないかな。栄えてる日新宿、日新宿、ロセマリーズ東京。どこら辺にあるんだろう。雰囲気いいの？いい感じ。まあそれはどこら辺にあるんだろう。とりあえず今アルタ前向かってるんだけど、おすすめ、ロセマリーズ東京。新宿で生ぬるいかな。ジャケット羽織ってきたけど、 T シャツでも大丈夫だったけど、ジャケット羽織ってちょうどいいぐらい。いや、和道リスナー風邪みんな引いてるかんね。
3、4人引いててみんなバタンバタン倒れてるよ。あれの前でリアトツなんかしねえよ。なんで俺がリスナーとリアトしないといけないの。俺リスナーに用なんかないもん。時間の無駄でしょ。俺に会いたいやつなんかいないよ。なんかないかな。ステッカーバカ売れ。ステッカー買ってくれるんなら全然やるよ。ステッカー買ってくれるなら。リアトツ町最近配信者やんなくなったよね。リアトツ町たまにはやってみるか企画で。いいよ。じゃあ今度企画するよ。場所はアルタ前でいいの。昼間が似合わないかな。お嬢久しぶり。最近このえお梅かなんだなんだなんだお梅か。昼間似合わない。そう、まあ、夜のイメージがついてるんだろうね。ニューマンの6階、ニューマン、ニューマン、ニューマンってなんだろう。ニューマンってどこだろう。ケイちゃん旅の時、あ、まあステッカー結構買ってもらったね。うん、結構買ってもらったよ。なんてとこだ。これからね、小川さんと会うんだ。僕の数少ない友人の一人、小川さんに。新宿新南口、あー、はい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 。バスターミナル？ニューマンってバスターミナルがあれニューマンっていうのあれかな。バスターミナルかな。あそこの6階にいいカフェある。あれだよね、バスターミナルの方だよね多分。自転車持ってるよ俺。自転車持ってる。あれだな、携帯配信バッテリーがもうポンコツだから全然持たねえわ。もう切れす、もう半分だよ。バッテリー補充するから待ってて。使わないの？うん、まあ今日は散歩したかったんだよね。だって新宿駅まで歩いてすぐだもん。成田の感覚だと1駅15分歩くのなんか当たり前だから。すごいよな本当に。どこ行ってもね、電車が張り巡らされててすごいなと思う。西新宿でいいやん。
まあまあ小川さんと待ち合わせするからたまにはなんか別のところを撮りたいなと思って。充電完了。小川って誰やって。俺の放送で小川さん知らない、にわかだよ。あれダメ人間新参だったっけ、ここの枠。小川さん知らないってにわかだろ。すげえな。西武新宿線、え、行ってもって何お前らの日本語なんか片言だからなんかやり取りができないんだけど。違うよとかいきなり言われたり、西武新宿駅でしょ、何を言ってんの。結構前からいて小川さんのこと知らないの。何行っても西武新宿駅って何。日本語が不自由勢が多すぎるの。だから宇宙人と会話してる気分になるよ、お前らと会話してると。何が西武新宿駅なの。俺がぶっ壊れてんのかな。たまに不安になるよ。あ、雨降ってきた。黙ったら黙ったで喋れっていう言葉が汚いよ。言葉で品格が出るから気をつけな。だからアルタ前に行くってさっきから言ってんだろ。もうちょっとほんとイライラするこいつら。日本語が通用しないんだけど、さっきからずっと小川さんに会うために新宿アルタ前に向かってるって言ってるだろ。それがなんで理解できないのかが俺には分かんない。日本語片言だし。日本人かお前ら。雨ひどくなってきたな。今から見たい人いる？イライラするな。綺麗なんだこいつ本当に。なんだこいつマジ。なんていうの？何かしら言うから。コーヒーどうしようかね。なんか意外にね、こんなもの食べんのっていうものを食べたりする。コーヒーどうしよう。昨日なんか たこ焼き買ったらたこ焼き食べてた。どうすっかな。保湿がいいんだけどね、本当はね。てか雨ひどいな。降ってきやがった。リスナーは偉くないからね。ただ見でさ、なんか文句言われたりイライラさせないで。なんかなんで俺がさ、ただ見のお前にさ丁寧に扱わないといけないとお前は勘違いしてんの。リスナーっていうのは俺のことを応援してる課金者のことだからね。あんま勘違いすんなよ。お前はリスナーの区分に入ってないから。何で成り立ってる？課金者だね。アイテムを投げてくれる、俺のことを応援してくれてるファンの、ファンで俺の生活は成り立ってる。お前は役に立ってない、俺の。勘違いをするな。いや違うね、リスナーではないね。
お前はリスナーですらないから。課金者に謝って。ずうずうしいわ本当に。出資者を募ってやる形式ってことですか、その定着の期間を。あなたのリスナーなの？ただ見てるだけでしょ。ただ見て文句言ってる人を俺はリスナーだと思わないから。レモンってカフェがあるの？どんなカフェ？タバコ吸えるカフェがいいな。できれば個室がある方がいい。意見言っていいよ。意見は言うのは自由で、ムカついたらブロックするだけだから。僕は何？知らん。役立たず。意見は言っていいんじゃない？好きなこと言えばいいし。俺も好きなこと言ってんだから。もう花火投げんからって、お前から花火もらったことなんか一発もねえよバカ。誰にディスられてんの？誰が俺のことディスってんの？何がっかり？俺何をがっかりやん。言いたい放題だな本当に。ないよ。お前から花火もらったことなんかないよ。誰か他の人間と間違えてんだ。っていうかね、過去一発ぐらい投げた花火でね、そんな鬼の首取ったかみたいなね、もう恥ずかしいからやめて本当に。毎回投げるのが普通だから。毎回投げるのが、あ、ほっといていいよ浜田とか。腹向きないから。腹身ないし、ここも。いいよ、ほっといていいよ。浜田って知らない人ばっかりじゃん。そうなんだ、俺のファンだったんだ。課金はしないファンだったんだ。何発だよ、言えよ。何発投げたんだよ。何発投げたんだよ、トータル何発投げたのか言えって。聞いてやるよ。何発投げたの、トータル。言えよ。今日何発だよ、花火。何発だよ、4発。6時間配信やって4発か。10発もらったことねえわ。嘘つきは泥棒の始まりだよ。あと7発欲しいね。花火欲しいね。花火欲しいね。あ、別にいつあれも動けるよ。のりちゃんと石川のりゆきさんと俺絡みないよ。ひどいって、投げてねえもんは投げてねえんだから。何がひどい？投げてないやつが嘘をつくなって言ってんだよ。投げてないもんは投げてないんだ。ひどくないよ。じゃあ今投げて、今証明して、僕は和道のファンなんだっていうことを証明して。じゃあ証明してよ、花火投げて証明してよ。じゃあ
お梅とダメ人間は俺のファンなんだっていうことを俺のリスナーさんに証明して、俺と投げて見届けるわ、お前らの、お前らが本当にリスナーかどうか。あらあら、急に黙っちゃった。そんなもんかよ。出た、投げない理由ばっかり。お前さ、後でキャプるかんな。お前後でキャプるから、俺に投げたかどうか俺データ分かるから、後でお前が投げてないこと証明するわ。後でキャプってやるよ。お前が嘘つきだっていうのをうちの枠で証明させるから、お前が今まで俺にいくら投げたのか証明俺はできるから。お前花火10発って言ったよな、俺に投げたの覚えとけよ。パパラッチありがとう。投げてないもん、投げてないもん、投げてないんだよ。ちなみにどれくらい前か教えてくれる？参考までに。俺に花見投げたのだいたいいつぐらいか教えて。ありがとう、久しぶり。素直な心大事だよね。大事大事、謝るの大事。自分の非を認めるところからスタートだから、自分の愚かさ、自分の無知、自分のダメなところを認めて初めて人は成長できるから。気づいた、俺には勝てないって気づいた。大事だよ、強くなれる。はい、こんにちは。お、パパラッチありがとう、ありがとう。あ、岩さんありがとう。そう、本心大事だよ、本心。本当は大好きだよね。ありがとう。そういうの大事。本音で語り合うこと大事。
証明するよ。はい、わざつ髪の毛いい感じ。ビリオンありがとう。いやいや、クモもそれはダメ。今日もって言わないと、今日のじゃないから、今日も。今日の和道さんは仕事できる男っていう言い方は普段の俺をディスってるから。今日も日本語の使い方は正しくない。のじゃなくても。いやと妻じゃないですよ、お母さんの。カメラありがとう。余計な一言が多いんだって、うちのリスナー。車に構えなくていいから、かっこいいもんはかっこいいし。髪色、いや髪の切ったね、サイドを短くした。髪の色変えてないよ。カフェ、新宿でおしゃれなカフェ探してます。カフェ、タバコが吸えておしゃれなカフェ。雨降ってんね。雨降ってる、雨降ってる。どこがかっこいいっていう、それやめてくんない。ほんまかっこよさだけで生きてきたから、かっこよさだけで渡り歩いてきたんだよ。椿屋コーヒー、椿屋高いんだよな。なんか2時間で出てってくださいとか言われるし。渋椿屋コーヒー、ビジネスマンだわ。カレーを椿屋、おしゃれなカフェ探して。今何時？13分か。ルックスゲの中なの俺。マジで。ルックスゲの中なの。ゲの中の上って何？9段階だ。ゲだけで9段階ある。金なし、額なし、職なし。ロイヤルストレートフラッシュだよ。ロイヤルストレートフラッシュ。
どうもこんにちは、人気モデルの和道です。どうも、世界の和道です。よろしくお願いします。ジュノンボーイです。ジュノンボーイからパリコレまでにのし上がった男はどうです。アナバーって店、アナバー、アナバー。何が穴場で、今検索して調べたらさ、女子会御用達だったんだけど、それ真面目にやってちょっと。小川祐希さんと、なんで俺女子会御用達のカフェに行かないといけないの。ちゃんとして、ほんと今検索した時間無駄だったんだけど、新宿穴場で検索したら女子会って出てきたんだよ。じゃじゃじゃ、もっと考えて、ほんとに本気でやろう。こんなね、19歳とかの女子高生とかが行くようなそういうケーキカフェとかやめて、ほんと。いいおっさん2人がね、ケーキ食べないから。あんまりカフェいいね、渋いね。勇気とか失礼だからやめろ、ほんと。マナーがなってないんだよ。小川勇気さんでしょ。あとモンブラン好きなの勇気じゃなくて和道だから。勇気とか言わない、なんで呼び捨てなんだよ。おかしいな。新宿にナイトクラブできるんだって。10年ぶりにナイトクラブがオープンだった歌舞伎町に。ゆうきちゃんとかじゃなくて小川ゆうきさん、しっかりして。小川ゆうきさん、敬語はちゃんと使おう。マジで男でも入れるかな。本当に女子会って出てきたよ。もっと高級感のあるラウンジカフェがいいな。ラウンジカフェ、スカイラウンジ、ホルモンと、ホルモン食べる会じゃないから、ホルモンオフ会じゃないから。ポンコツだな、ほんと。ポンコツ。ホテルのカフェとかでカメラの機材広げるのがちょっとな。周りのガヤ入れたくないし、ちょっとなんかね、空いてるカフェがいいんだけど、難しいよね。ゴジラ前のカフェ、光くんがよく使ってるやつか。あそこでもいいけどね、あそこでガヤ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 すごいんだよ、人が多いから。大変なんだよね。それで敷地内、なんかライブ配信からやってますよね。はい、それでちょっと敷地内をちょっとご覧いただきたいんですよ。ここ駅だよね。あとね、いや、ここね、敷地なんですよ。え、どっから敷地内、そこ、そう、はいはい、オッケー。こっからまたいだらライブ配信ダメだな。ここがダメなゾーンだ。行動に出たから、行動に。わかる。こっから、ここで配信やってたの、今。
ここはアウトだから覚えておいて、ここはこっち側はあの行動だから、せちがらいよな本当に。スタバでいいの？スタバ結構混んでんのよね。カラオケね、カラオケでもいいんだけど、カラオケなんか絵がねあんまり、あ、雨ガンガン降ってきたな。パパラッチありがとう、パパラッチありがとう。ガンガン降ってるよ、やば。カフェどうしようかな、カフェ。今日雨の予報じゃなかったんだ。うわ、ガンガン降ってるわ。でも結構みんな傘持ってるね。すぐ、うわ、花火。花火ありがとう。誰？徳目さんありがとう。ああ、かわいい子ちゃんだ。アリア？エリア。ありがとうございます。モデル級の美女から花火いただきました。ありがとう。元芸能人から花火いただきました。うん、 B 花 B 花パチパチありがとう。あと3分か、3分後ろにあるけどね、ここめちゃめちゃ混むんだよ。よく気づいたね。めちゃめちゃ混んでるし、めちゃめちゃ狭いからカメラ広げたら多分アウト。なんかガラッガラの店がいいね。ガラッガラの店、松台さんありがとう。カメラが壊れるってことじゃないよ。カメラを広げたら、要はみんなね、新宿のカフェとかびっくりするよ本当に。本当あれだ、これくらいのスペースしかないの。スペースが全然ないのよ。てか雨ひどいな。新宿に空いてるカフェは存在しない。どうしようかな。雨っていうのが意外だな。新宿行かないんだあんまり。
撮影場所みたいなのも予算避けない、撮影場所は高いの、はい、お金が、撮影スタジオは結構高い、1個の動画にそんな予算かけらんないもん。再生数300再生で3円だよ、すげえせちがらいよ。 YouTuber とか10万再生いってやっと1万円だからね、ほんとシビアだよな。あー野外ね、あれだな、外は無理だな、曇ってるわ、完全に曇ってガンガン雨降ってるわ。パパラッチありがとう。今何位になってる俺、俺のさ今回のイベントランキング何位今。今朝ね19位まで上がったんだよね。20位か、変わってないか、なんか20位か、なんとかランキング上位入れないかな。けど雨がひどい、いや雨ひどいな、移動するわ、雨がひどい。傘持ってくればよかったな。さっきの警備員は、いや通報じゃないの、わかんないけど、なんか明らかに俺のことを探してた感じだから通報だと思うよ。暇なやつがいるんでしょ。明らかに俺に向かって突進してきて、なんか放送みたいなのされてますよねって言ってたから、通報だよ通報。雨止まないかな、もう4時だ、ちょっと配信開いた瞬間ではないよ、別に。嫌な時代だよね本当に。いや小川さんの LINE 来てるかどうか調べた。何これって、俺が LINE 開くとバックグラウンドで放送止まるの？ LINE 開いてる時は放送止まるよね多分。止まるよ。バックグラウンドでは放送止まらん。
前に顔のことをとやかく言われたくないわ。お前にだけは言われたくない。お前にブサメンとか言われると思う。終わりだよこの世の。お前だよお前。サムネ見なさい。似たり寄ったりじゃねえよ。お前と顔と一緒にすんなよ。お前ふざけんなよ本当に。優子さんいらっしゃい。お前ふざけんなよマジで。お前の顔と一緒にすんなよバカが。お前自分の顔鏡で見たことあんのかよ。サムネどうしようもねえぞお前の顔。パブラッチありがとう。勘弁してくれよ本当に。ララちゃんありがとうね。ララちゃんありがとう。ララちゃん本当に可愛い。もう本当にイケメンではないな。ただブサメンだよ君は。お前には顔のことはとやかく言われたくないわ。お前だけには勘弁して。ねえ本当に本当にやめて。似たり寄ったりじゃないから。あ、お母さんいた。お母さん。お母さん。どうしましょう場所。喫茶店で喋ろうかなとか思ってたんですけど、いつか。配信やってます。配信やってる。どうすか最近。まあもういろいろ、はい、ね、一緒にやってくれる方がいるんで、いい感じ。協力してくれる方がいるんで、はい、すごいですね。 YouTube 3600人ですよね。そうです。すごい。架空請求業者とか一応架空請求業者やるんですか。いやわかんない。だから相談来ました。小川さんがぶっ潰す架空請求業者。染まってきたな配信に。それちょっと見たいな。どうしよっかな。カフェあります。昔来ました。昔来ました。だいぶ昔。ちょっとカフェ見つけてから放送また回すから待ってて。待機で。そうそう、生活保護マニュアルの人。